します。トラビショマンでーす。アジさあ、ということで今年もあの季節がやってきました。はい、季節ですか。そう、クリスマスプレゼント交換会プレゼント待ってました。昨年同様、あの予算1万円で自分でも欲しいものか、メンバーにおすすめのものをプレゼントとしてみんなに買ってきてもらいました。よいしょ。はい、はい、そしてですね、今年は去年の反省も踏まえ、誰がどのプレゼントかはもちろん、包みの様子や大きさでわからない状態でプレゼント交換をしたいと思います。おー、いいね。そして今年はですね、料理も用意してもらいました。イエーイ。またまたまた、ホームパーティー感覚でトークをしつつプレゼント交換会やっていきましょう。よろしく。レッツゼロイズマス。おててとおててのしあわせおてての塩としあわせ、いただきます。欲しいも何？それ俺が持ってきたんだよ。食べていい？これ。え、ちょ食ってみ。あ、あのね、ちょこれがうまいと思う。で、元太が取ったやつはめっちゃ。これ。あ、これおなら出そうこれ。今食った感じ。マツコオランジーナ飲んでどうかな。結構朝だもんね今。ツチ。こいつは朝から息がいいや。そうだね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 。あ、危ない。大丈夫？はい、こぼした。動揺してんの？あ、そういえば童謡もダンスやってたよね。あ、やったね。マグネット投げ方去年だっけ、あれって今年じゃない。でもさ、みんな気がする冬の空気だよ。ウケコスって今年ですか。あ、今年だ。今年だ。ウケコス懐かしい。寒かった。ウケコス何で生まれたんだっけ。一発ギャグのカルタ。順番に順番に適当な文字言ってこうって言って。あー、うーけーこーすーウケコス。なんで受けコース？せーの、受けコース、受けコース、受けコース、知ってるやつ。受けコース、受けコース、受けコース、受けコース。一万弱だよね。え、そんなことあったっけ。怖いんだけど。あれが2月とかだったもんね。親父体寒かった。マジで今年結構体張ったことあった。3月海行ったぜ。いや、あれ若干の海行ったぜ。あれ一番だね。ゲンタとタカは入ったんですよ。マジでなんか臓器が全部縮こまった感じでした。ガーンとか言って、危なっ。松倉を探せたことじゃない。あ、そうそうそう、それは珍しく、ノエルとシミがめっちゃ綺麗さ。やば、なんでわかったんだ。あいつの中のでかいがマジスケールちっちゃいな。普段俺が切れる側なんだけど、二人が切れてるとちょっと気まずくて、めっちゃきつかったもん。なぜかその日だけ意気投合してたもん。その日だけって言うな。これのさ、力探すやつあるじゃん、天井のやつ。そうそう。で、あれめっちゃさ、引き込みすんのマジで心こなかった。引き込みはきついね。マジで、すいません。あれコツがあるの。自己紹介して、どういう身分のものですよってちゃんと伝えた上で、ご存知ですか、ちゃんとちゃんと聞くこと。あ、なるほどね。やってみた方がいいんじゃない。今ニーハオ。ニーハオ。ジュジュジェメソンチェンユンタイニア。何やってんの。どう、通行人。怖い。あ、シメちゃん、お願いします。テンパっちゃってるみたいな。そうだね。二人とも座った。二人とも座った。誰もいないから話しかけるしね。やばいから。まあクリスマスですし、クリスマスのなんかトークみたいな。子供の頃、多分サンタさん皆さん来てましたよね。来てました。一番嬉しかったクリスマスプレゼントみたいな。サンタさんからね。子供の頃はゲームかな。あ、ゲームね。ゲームがほとんどだった子供の頃。小学生ぐらいにチャリ乗れるようになるじゃん。だから乗れるようになりたてのほやほやの頃に朝起きたの。そしたら手紙が置いてあるの。で、何が欲しいか元太君の一番分かるよみたいな。でも何もない、分かってねえじゃんみたいな思って、リビングをテク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 っつって降りてったら、バンってリビングにチャリ置いてある。うわ、いいなそれ。袋に包んであって、ガン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 って開けて、そのままこうやって家の中に入れまして、そのまま外出てる。それで握手まで行って。
俺だよ。俺が一番思い出残ってるのは遊戯王のボックス、あーめっちゃ入ってるやつね。そうそう、あれ買ってもらったよ、ここにつけるやつ、デュエルディスクです。あ、俺もね、段ボールで作ったの。小さい子でも出るよね、ハマるよね、絶対ね。じゃあプレゼント交換の方、はい、やろう、やっていきましょうか。イエーイ。くじ引きです。おお、番号が振ってあってプレゼントに、うん、でここに番号が書いてあるのでくじを引いてその番号のものを取りに行くっていう。オッケー、よし、やるぞ。せーの、最初のグー、じゃんけんぽい、じゃんけんぽい。おー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 。締めからまず最初のくじ引いて、いや、これは交換していきましょう。大きいよ。締めのくじはせーの、10番2番じゃあそちらに。やっぱ1番より2番がいいっていうもんね。2番を取りに行ってください。いいな、いいな、2番なんだよな。1番より2番がいいって言うね。天然出してよ、お前2番。ちょっと待って、自分の、え、あれ、痛い、痛い、目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 痛い。ちょっと待って、どう、あれ、それ誰、あ、もう触った感じがなんか、お、あああ、歯磨き粉、歯磨き粉と、なんかもう一個あるじゃん、歯磨き粉と、歯磨き粉じゃん、まずこれ、うん、何これ、何これ、俺内容歯磨き粉、説明書、説明書、歯磨き粉の枕のオーダー、すげえ、枕、何、すごい、おしゃれすぎ、この件で枕が交換できるってこと、交換できるってことでしょ。え、よくね、めっちゃいいやん、めっちゃいいじゃん、これはいいね。ここで荷物になっちゃうから、優しい、優しさを感じられる、優しさを感じられる、優しさを感じられる、表情が分かっちゃう、誰、表情が分かっちゃう、誰、これ分かっちゃう、俺、だろうな、だろうな、いつもそうなんだよ、絶対静かになって、いいねって、持ち上げるんだよ。本当はここ俺が使いたかったのよ、うんうんうん、自分のあった枕を作ってもらえるの、いいね。そう、だからこれはこれ1年間有効なんだけど、その1年間で行かないと俺に電話かかってきちゃうから。あ、なるほどね、わかるから俺、あ、こいつ行ってんねんって。あ、落ちた、落ちた、あ、残ったやつです、あ、これだ、あ、いいね、いいね、選び方、いくよ、何番、何番、何番、5番、5、5、その覚え方もある、そこのリアクションおもろいよね。面白いね。5番取んないといけない。おお、なんか良さそう、開けていい、開けていいよ、結構おしゃれな箱だね、洒落てるね、ふっ、わあ、それあれだ、部屋に置いて匂いするやつだ、ルームフレグランス、ルームフレグランス、はい、僕からです。いや、違う、よし、はい、まあそれいい匂いで一番人気の匂いだって言ってたんですけど、何買おうかなと思ってた頃に、こう松倉と松田と3人でいたんですよ、うん、でお店入って、あ、これいいなと思って、俺はこれを見つけて買ったんですけど、はい、その1個大きいサイズのルームフレグランス玄太くん買ってました。マジで、俺でも箱見た時でも分かっちゃってたのよ、ちょっと多分5番って見た時に、あっ、5番ってなあれ、あっ、これ知ってるな、持ってるしみたいな。なるほどね。いや、じゃあありがとう、イエーイ。奇数だからでしょ、奇数だから、あの数字の半分は奇数なんだよ。あ、そっか、なんだって、おっ、うわぁ、やってきてる、やばいよそれ。なあ、だからいいの来んじゃないの。そうだね、うん、これ、お、その三重師、三重師の一人やん、誰か。めっちゃいいじゃん、お、お、え、え、かわいい、かわいい、やったー、靴下困ってたんだよね。かわいい、やばい、あ、ロンティーいいじゃん、めっちゃいいじゃん、ちょっとちっちゃくね。あの、発表する前にさ、あの、ちょっとした、まあ、文句みたいな。これは、誰のもの？ It's me！ あ、ゲット？ゲットなんだ。そう、なんか、無難で、うん
白のロンティーはずっと使えるなと思って。あ、そうね、うん、いいなで、靴下なんか可愛いな色と思って。ウェーイ、いいね、いいね、てかアクセントになるね、おしゃれ上級者みたいな。いや、てかね、かわいい。俺もなんか靴下ってさ、自分で色のもの買って合わせ方がわからなかったりするからさ、こうやってメンバーからおしゃれなものもらえるって嬉しいね。ありがとう、ゲンタ。いやで、毎日開ける、毎日開ける。いってらっしゃい。9番だ。じゃあそれ9番。9番かも。9番。じゃあ9番それ。9番探して。あった？うわー。え、何それ？え、すごい。うわ。うわ。え、かわいい。良さそう。すごい。うわ、めっちゃかわいいやん。誰くれたの、マジで。めっちゃかわいい。めっちゃ履きやすそう。え、なに、誰誰。え、すごい。あげたのだーれ。一人は、一回に一回はあるんだ。あるんだ。これ、カイトはこういうの持ってるじゃん。だけどカイトはちょっとボロボロにするから、カイトにだけが当たってほしくなかった。だから記念使ってくれるノエルとかチャカとか他のメンバーに使ってほしかったわけ。そのメンバーにされた。もう嬉しい、ありがとう。でもいいよっしゃー。かわいそう。何番がいい、何番がいい。4番3番です。あー、これです。はい、おお。え、何それ。いい香り。何、何、いい香りするの。いい香りする、いい香りするやつ、すごい。わあ、かわいい、かわいい、かわいい。すげえ似合う、これ似合う。それ超かわいいんだけど。モコモコの帽子ですね。やばい、髪みんな。こういう帽子、チャカが一番似合う。一番似合う。ほんと、いや、かわいい、ほんと。あなた、こちら、誰のプレゼントですか。僕です。えぇ、去年の反省踏まえて。なるほど。去年はちょっと自分のあの趣味をね、自分の趣味をちょっと誇張しすぎて、私服でまず着てないから、だからそういうのちょっと良くないなっていうのを反省踏まえて、誰でもこう黒で、まあ、似合うし、冬だし、ちょっと似合うような帽子にしたっていう。なるほど。多分あったかいし、ありがとう。多分あったかい。ここで重要なお知らせでございます。え、なになになに。俺2分の1だって自分のを引くんだよね。確かに2V1。 あ、そっか、俺と締めが出てないのか。そう、そうだ、そうね。だから、そうだ、締めからもらえる方法を俺は頑張って選びたい。1番。お前、あれ、自分は考えてるのかな。あれ、まあでも2分の1だからね。反応、反応セックスだから俺は当たってほしい。え、どっちだ。これはこれはもうそうでしょ。でカメラが一番楽しみ。あ、ずっしり。すごいずっしり。すっごいずっしりだ。しずやのリアクションはあれ誇張だと思ったけど、そうなるんだよ。めっちゃおしゃれじゃないの。めっちゃおしゃれ。やすよ、でーん。うわ、何、え、星、うわ、ちゃんと、え、めっちゃ欲しい。良さそう。はい、こちらですね、私が買いました。イエーイ、やろう。イエーイ、めっちゃいい匂いする。シメ、これ飲めるってよ。飲める、マジ。シメ、これね、最近ね、めっちゃいい、なんか匂いフェチなんだよ。めっちゃいい匂い、これは。これはね、なんか大人っぽい。いい香り、うん、そうなの。だから俺のところにはこれが、もう一セットあるので。いいなぁ、でもいいや、欲しい、普通に。これです。え、なんかかわいい、なんかベビーカステラ入ってる。クッキー、クッキー、ベビーカステラ。待って、待って、匂い、ベビーカステラ。甘い匂いする。いや、しない。匂いしない、匂いしない。むしろ待って、開けろ。え、え、あー、何、充電器。おー、いいね、モバイルバッテリー。俺よくさ、
あの充電池あるとか充電池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 バッテリーの充電池っていう充電池あるとか聞いたりするじゃん。あよく貸してって言うもんね。それは分かるわ。充電ない時にこうカバンの中入れてとかもできるし、いや実用性ある。そう嬉しいよマジで。ありがとう。本当？マジ外する？いいよ。ハグミどうは。なんだこれ。いやいやいや。よかったね。いや今年はやっぱガチって言っただけあったね。ね。ガチって言っただけあったけど、二人は自分のものっていう。ね。それだもんここでさ交換。いやない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 。俺これ欲しいもん。それでは宮近さん今日の総評もお願いします。クリスマスが今年もやってくる。以上。ほらドラムショーでしたー。バイバーイ。シェシェクリスマスが今年もやってくる。ニャ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 ワン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 。締めかけるや。いやトラビスジャパンです。イエーイ。松倉最近趣味はドラムです。イエ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 イ。みんな集まってハッピーグループ。